はい、こんにちは、健太です。突然ですけど、皆さん登山届出してますか？聞くところによると、意外に登山届を出してないという方がいるっていうのを聞いたことがあります。確かになかなか登山届をね、当日書いて出すっていうのも面倒と思う方もいるかもしれませんけども、万が一の時のために、自分の身を守る、もしくは家族のね、ためにも登山届は絶対に出しておいた方がいいと思います。というか、場所によっては、義務化されている場所もあるそうです。行く山を決めたら登山届、登山計画書をね、出すようにしましょう。ただ、さっき言ったように、なかなか当日入山する場所でね、登山届を出すっていうのはなかなか面倒だと思います。そこで、僕が使っているのはスマートフォンです。スマートフォンもしくはパソコンでね、ウェブ上でも、作成ができるので、しかもちゃんとそれが、各、都道府県の管轄する警察署に、届くようになってます。ということで、今日は、スマートフォンのアプリ、 Android でも iPhone でも、もしくはパソコンでも登山届が出せる、アプリ、ウェブサイトを紹介したいと思います。早速スマートフォンで操作をしようと思うんですけど、このアプリの一番いいところは、下山予定時刻から何時間、3時間以上で設定ができるんですけども、下山通知をしない場合、されていない場合、緊急連絡先に登録したメールアドレスにその旨がちゃんと伝わるようになってます。なので、家族だったりがそれを見て、捜索願いなど出すことができるので、かなりいいアプリだなと個人的に思います。じゃあちょっと早速操作方法を見ていきましょう。ダウンロードしてない方は、概要欄にも貼っときますけども、登山コンパスと調べてください。そうするとアプリが出てきます。で、パソコン版でも登山コンパスと調べると出てくるので、そちらで、操作しましょう。では早速、登山コンパスというアプリを立ち上げます。そう、まずは、無料なんですけども、会員登録が必要なので、こちらはしてください。でもし、会員登録してあればね、ここからログインします。ではログインが済んだら、ここの真ん中の山のマーク、登山コンパスのアプリのマークですね、こちらをタップします。で、登山計画をタップします。そうするとウェブページにつながるんですけども、こちらから新規作成、地図から新規作成とフォームから新規作成とあります。あと、前に作った登山計画書、こちらを再利用することもできます。今回は、地図から新規作成使えます。僕はいつもこれでやることが多いですかね。で、上に検索のね、窓がありますので、ここで登山する予定の山の名前を入力します。今回はそうですね、高尾山にしましょうか。高尾山と入力して検索。そうすると、あの、全国のね、高尾山という名前いっぱいあるんですけど出てきます。で、この八王子の高尾山なのでタップ、ね、最初こう 地点情報って出てきますけど、これを隠すことできます。そしたら、あとは、通るルートの、アイコンがちょこちょこあるんですけども、そこをタップしていくだけです。この計画作成をタップします。で、ここをタップすると隠せるので、まず入山口、高尾山口、ここから通るところのアイコン、丸とこがついてるとこですね、そこをタップしていくと勝手にルートを設定してくれますので、タップしていきましょう。僕はいつも6ゴールで登ることが多いので、タップして、で、もし間違えた場合はこのアンドゥですね、を押すと1個消すことができます。で、ビジターセンター、ここですね。はい、これで登りは OK です。
で下りも同じルートで通る場合はまた下りのね同じとこをタップしていけばいいんですけど、稲荷山コースで降りるコースにしてみましょう。まあ、本当は順番にタップしていくだけなので、で高尾山口で、これでルートを全部入力することができました。そしたらさっき畳んだこの一覧を開いて次へをタップすると、あとは必要の入力項目ですね、山の名前は高尾山、目的は、まあ、トレッキング登山なんでもいいですね。じゃあ出発日を例えば子どもの日の9月5日ちょっとゆっくり9時ごろスタートます。で下にあとはタップした、ポイントのね、名前が登録されたところは名前が出ますし、名前ないところは、名前ないままなんですけど、そこに何時に着いて何時に出発するよというのを入力していきます。で基本的にこの通過時間ですね、スタートした時刻からコースタイム通りの、タイムが表示してくれてます。全部確認もちろんしたわけではないんですけども、見た感じ、今まで僕使った感じだと大体コースタイムになってますので、もしねゆっくり登るっていう方とか、途中で休憩するっていう場合はこの辺を、操作編集していきます。じゃあ例えばですね、じゃあ今回じゃあこの琵琶滝、まあ登ってすぐのところなんですけど、ここで休憩する場所なかった気がするけど、10分ぐらいちょっと休憩、まあ滝を眺めようかっていう場合は、到着時間9時28分になってますけど、これを9時38分にします。そうするとそれ以降の時間もちゃんとねそれに反映してくれるので、その今次の地点が10時34分になってますけど、戻してみましょうか。28分でしたよね。あれは到着、次の地点の到着時間10時24分になってますけど、これを10時38分にするとちゃんと34分に、ちゃんと反映してくれます。で登っていって、じゃあビジターセンター高尾山、これがほぼ山頂なんですけど、ここをじゃあ1時間ゆっくり休憩します。はい。でその後はまあスムーズに下っていって清滝に1時36分着予定ですね。コースタイム上だとこうなります。で僕も最初不安だったんですけども、このコースタイム通りというか、この計画、登山計画書通りに、動く必要は必ずしもないです。もちろん長めに休憩したり、休憩しようと思ってたけどしなかったり、そういうのも特に問題はないです。これで時間の方は、時間とルートは OK です。次が登山グループですね。でグループ、もし他の方と一緒に行く場合はここに人数を書いていきます。同行者なので自分を含めない人数ですね。じゃ例えば男性1人と女性1人の3人で行きますっていう場合はこのように入力します。同行者がないソロ登山の場合は同行者なし、ここをタップするとゼロになってくれます。もし同行者がいる場合は同行者の詳細を追加する、ここでね名前を入力してあげればその方は別に入力、登山届を出す必要はないので問題ないです。じゃあ今日は同行者なしで、入力していきます。で次が緊急連絡先ですね。で最初はね入力する必要があるんですけど、一回入力して保存しておけば次回からはこの緊急連絡先一覧から選択、これをタップすると出てきます。でこれで追加を押せばここで入力がされてますね。で、大事なのがこの緊急連絡先への下山未確認メール、これはさっき設定した1時37分これを過ぎてから何時間経っても、ちょっと今の状態だと7時間経っても下山通知がされてない場合に
緊急連絡先に連絡が行くようになってます。でまあ3時間4時間とかあればいいかとは思うんですけども、そうですね、3時間にしておきましょう。なので1時37分到着予定でしたけど、16時37分を過ぎても通知がされない場合は緊急連絡先に連絡が行きます。でこの通知の受信メールアドレスね、これは自分のメールアドレスですね。で保険の有無、これも、加入していて一度ね、保険を入力してあればこの呼び出しをタップすると一発で呼び出せます。で一番最初の時はここに入力して保存って押せば次回から呼び出しができるようになります。でココヘリも僕は入ってます。ココヘリの会員証のナンバーも呼び出して出てきます。この辺必要な入力して、で個人装備、これも、このねプルダウンメニューで日帰り、小屋泊、テント泊、小屋泊の泊がこれ違いますね。でそれぞれで、保存しておけるので今回は日帰りで呼び出し出ます。で共同装備はおそらくあれでしょうね、グループで行く場合にテントを持ってる係とか食料を持ってる係とか、全部ねその方に任せるようなことがあると思うので共同装備ですね。で無線機の有無、エスケープルートの有無ですね、これは全部入力が終わったら確認画面へ押します。はい、でこれで入力した内容が良ければ提出する、これをタップします。これで登山届の提出は終わりです。でもちろん明日もしくは今週末山に行く予定で今日提出しちゃっても、例えば前日でね具合が悪くなってキャンセルするとか天気が怪しいからやめようとかっていう場合はこのアプリのトップ画面に戻って提出中の登山計画、こちらに一覧が出ます。なのでそれを、いわゆるキャンセルしたりとか編集したりすることもできますので早めにね計画出しちゃっても問題ないです。でさっき言ったように大事なのが下山したらまた、メールも来ます。自分のところに通知がされてませんみたいなメールが来てたと思うんですけども、まあ、来てなかったとしてもまた登山コンパスをね開いて、下山通知っていうタップするところが出てくるのでそれをタップすれば OK です。でさっき言ったように下山通知をしないでさ、設定した時間を過ぎてしまうと緊急連絡先にね連絡が行ってしまうので気をつけてください。で最初に言った通りウェブでも登山コンパスという調べると同じような、画面が出ます。で地図上でこうタップしていくのがね画面がスマートフォンとかだとちょっと小さいのでパソコンであらかじめねルートだけ入れちゃうのもありかもしれません。僕は大体でも下書きをしておいて、当日山に向かう途中の電車の中とかバスの中で最終的な提出をすることが多いです。これをやるだけでね、本当に万が一の時のために自分のためにも家族のためにもなりますので必ず提出する癖をつけたらいいと思います。ちなみに低山だから大丈夫だろうとかって思ってる方も多いみたいですけども低山でも本当に僕も一度だけ経験ありますけど違う道を進んでたことがあります。途中からなんか踏み跡というかあここ本当そうかなと思った時に不安になって周りの木を見たら確かピンクのリボンがついてるのが登山ルートなんですけどもそれが見当たらなかったんですね。でそれで慌てて、まあ、ヤマップの、登山アプリですねGPS を開いたらルートから外れてることに気づいてで振り返ったら3人くらい僕と同じルートをついてきてしまったんですよ。で慌ててもう謝ってこっち違いましたなんて言って本当にあれ万が一遭難とかしてたらその方々がもうね僕が巻き込んでしまう形になってしまったのでもうそれからはどの山行っても、まあ、リボン確認するようにしてます。なのでもう低い山だからとか、例えば登り慣れてる山だとかっていう場合も登山届出すようにしましょう。なんなら登り慣れてる山だったらもう一回入力しちゃえば
あとは本当ちょっと編集するだけですぐね提出できるので、ぜひぜひ提出するようにしましょう。去年もね結構遭難っていうニュースも見ましたし、注意してしすぎることはないと思うので、皆さん安全に登山楽しみましょう。ということで今日は、ちょっと座学になってしまいましたけど、登山コンパスアプリを使った登山計画の出し方、シェアしてみました。もし何か参考になればいいねと、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターとインスタグラムもやってますので、ぜひそちらも概要欄の方からフォローしていただけると嬉しいです。また次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。